い、頑張ります。お願いします。あ、はい、お願いします。それがいいです。これを今マネージャーさんに共有したくて、スペシャルゲストの前に飲食タイムが来てるんだけど、これをじゃなくてゲストメッセージと飲食タイムのスケジュールを逆にしてほしい。一旦ミーティングが終わりました。お菓子ですが、あと10分後にまたミーティングが始まります。激しいですね。今日みんないない。営業に出ている。多分今日多分韓国行かれてますもんね。 そうですよね。ちょっと大事なあれが入ってますもんね。 確かに確かにボリってなりますもんね。 管理表みたいなのあるんですけど、一応ちょっとお送りしますね。あ、ちょっとまた連絡しますね。あ、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、失礼します。ちょっと画面共有させてください。なんかメニューが決まってないんで、いや、入れないんですよ。ちょっとここのドリンクメニューをちょっと後ほど設定したいなと思ってて、っていうイメージですね。今日はママを大宮まで連れてきました。 ね、どこ？あ、日本一あるよ。それでなんか食べる？お昼食べてないか。今日はなんか LINE の着信音とかにしてた清水翔太さんのライブに行きまーす。え、焼き鳥にする？美味しそう。どうする？え、焼き鳥でいい？あ、その飲み物美味しそう。じゃあ焼き鳥買って何物買っていく？緑に惹かれる。うん、じゃあそうしよう。 OK。 お腹空いたので焼き鳥に並びます。イエイ。親ってなかなか自分で応募したりしないと思うんですけど、だから応募してやろうと思って、たまたまで、私も清水翔太さんめっちゃ好きなんで応募して当たって、ママに行こう行こうって言ったら、いいよって言ってくれて、楽しみって今連行してます。仕事終わりでバタバタなんですけど、はい、向かっていきます。ミルクティー、抹茶は？抹茶やだ。ミルクティータピオカ。ママにナタデココにされたんだけど。最低ほんと。自分は食べよ。タピオカがいいって言ってたね、ごめんね。いや、タピオカが入ってて、うん、プラスアルファかと思った。そう、トッピングなんですかとか、あ、別にも入れてくれるんだと思ったの。タピオカを頼んでるから。西口こっちだって。違った、ナタデココだけだ。どう？ライブ久々じゃない？福山雅治さんぶり。ねえ、やめて。ピンだからママがファンなの。何十年ぶり？え、何十年？何十年ファンなの？18歳ぶりです。あ、でもその間カノンをライブ連れてったりしたじゃん、うん、あと LDH も行ってるし、うん、子供たちと、うん、マサハルちゃんのも行ってるし、うん、ファンミで1回しか行ってない。こっから出るか。ねえねえ、カノンがさ、あの小中だっけ、なんか、うん、スイパラ流行ってたの分かる？スイーツパラダイスがこの大宮の子の辺だった。確かスイパラ行くって、お金ちょうだいってよく言ってなかったっけ。出ましたね。ミオンたちって今こっちの辺来ないのかな、大宮。どうなんだろうね、うん、あんま分かってないんじゃない、こういうところにこういうのがあるって。分かんないと思うね。え、そんな出歩かないじゃん。出歩かないもん。お家大好きで。あなたたちと一緒じゃん。お姉ちゃん、お兄ちゃんと一緒じゃないといかないじゃん。確かに。カノンたちの方が、うん、東京ぽいぽい。行ってたね。だって、ドクモが流行ってた時だから。なんでさ、ファンクラブも入ってるさ。ミオンとかそういうのないじゃん。ないね、確かに。ほら、好きなあれいるけどさ、うん、そこに入ろうとかしないし、ね、運動に一生懸命で体育館借りるのに。それ取りに行きたいな、今度。次いつ行けるね、もうママとか。それ取りに行きたいな。リオが、うちが、俺がリン君とチームだよ。いや、リン君、ミオンだよとか言って、2人で。リンが強いんだ、やっぱ。取り合いしてんの、リン。あと5分で着きますよ。どんな感じ？感想、清水翔太のライブ行けて。楽しみだよ。勝手に好きだと思ってた。LINE のさ、音楽とかのさ。でも歌も好きだし、いや、見た目も好きですけど、歌声がいいよね。声も歌詞も全部いい。わかる、うん、いいよね。あのテンポもいいし。確かに、いろいろ思い出して泣いちゃうかも。いい、メガネ持ってきたもん。生で聞くね、やばいね。やばいよね。はぁーってなるんですよ。
知ってる曲たくさんあったらいいね。あったあったあれだ。どこに行くか教えてくれないさ、この日時間空けといてとかずっと言ってね。みんなグッズ買ってる。グッズはいいよね。別にタオル買いましょう。タオル、タオル、タオル、ほんと、うん、どこ でも現金じゃないとダメか。いや、そんなことないと思う。今の時代は何でもいけるっしょ。ファンの年齢層どんな感じなんだろうね。でも意外と20代の方多いけど。若い子多いじゃん、ほらね、盛り上がっちゃってますね。ファン層広そう。確かに何回か応募してね、何回か落ちてんだよね。で、今回当たったからママを誘った。え、ユアに言った？言ってない。言ってないんだ。パノンちゃんがいきなりずっと何も理由を教えないでこの日開けろって言って、何すんのね、何何って言った。やっと教えてくれた。グッズもこっちですか？あ、OK です。はい。恥ずかしい。ありがたいことに嬉しい。恥ずかしい。顔がでかいから嫌だってずっと。ではじゃあ今から入ります。楽しんできます。バイバーイ。いやー、終わりました。見て、めっちゃママグッズ買ってくれた。どうだった？めっちゃ良かった。知ってる曲いっぱいあった ね。アーティストかっこいいね。やばいよ。やっぱ普段からかっこいいけど、コンタクトからメガネになったもんね。真剣に見たすぎて。やばいやばいやばいね。なんかこういうの定期的に挟みたいね。うん、なんかまた頑張ろうってなるよね。うん、声もいいし歌詞もいいし。瀬戸里最高だったね。ピアノ弾けてさ、ね、ギターも弾けて、ね、最高。いいな。一番前の人汗拭いた。タオルもらってたよ。手渡しで。欲しい、ママも。欲しい。匂いがして。頑張れるとか。頑張れるね、確かに。汗拭いたタオル欲しいね、確かに。そう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 。てか、めちゃめちゃいい席だったね。見やすくて。ね、見やすくてね、うん。最高だった。最高でした。ありがとうございました。時間を空けろと何かと思ったら。何キャーキャー言ってる。なんか言ってる。何出てきてるんだよね。あ、違うわ。違う、本人のあのパネルと写真撮ってる。ああ、なるほどね。明日の予定は？明日は授業参観でー。え、誰の？りっくん。ね、てかりた、何あのこの間さ、うん、学校の先生から電話来たって LINE グループで言ってなかった？ああ、そうそうそう。りっくんプールから上がって、うん、パンツがないって騒いでたらしく、うんうん、ほら、担任の先生面白いじゃん、うん、なんか、いつも明るくさ、うん、したら、リタ君見たらパンツの上に水着履いて、プール履いてたんですよ。そうなの、もう連絡してくれるんだね。そう、あ、だから、ほら、新しいパンツを保健室からもらってるから、新しいパンツを返さないといけないから。確かに、確かに。それ前もあったなと思って、誰だったっけと思って。誰だった？男子よね。男子か。そうなん、そうそうそう。え、それで帰ってきたリタに言った？うん、言って。もうだっていつもニヤ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 。リタとアミルとマリもそうだけど、いつもニコニコさんだから。うん、ソラもさ。確かに、ミオもなんかみんな学校楽しいって言ってるイメージあるわ。みんなそうだよ。いいね、学校が楽しいっていうのはなかなか言えることじゃないよ。ね、友達にいろいろ作ったりさ、いいお友達ばっかりで。恵まれてますわ。うん、いや、笑っちゃったよ。リタやばすぎやん。今日パンツなかったのつって。で、アミルは、うん、プールの帽子がないって騒いで、うんうん、マリンのとこに借りに来たらしいの。学年で色違うじゃん、うん、アミルオレンジでマリン青なんだけど、うん、と思ってママ入れたしと思って、うん、そしたらプールが終わったら、あったって。マリンちゃんの帽子借りたからママ早く洗って。ウケる。そうそうそう、帰ってきたらね。でもいいね、同じ学校に兄弟いるから。そうだけど、ママもさ、うん、やっぱよく中学生の時とかも、うん、やっぱ弟に貸したりとかしてて、なんか兄弟いると借りに行ったりさ、ね、時間。確かに確かに。カノンもしてたわ、くんね。だからいいね。そう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 、時間が違うとさ、いい、ね、確かにいいよね。マリちゃん心配なんじゃない？アミルとリータ2人やんちゃ坊主のお姉ちゃんでヒヤヒヤしてんじゃない？ね、小柄だからさ、弟より心配だけど、精神は大人だから。
しっかりしてるから、やっぱりいいですね、うん、今日いろんな方に声かけてもらったね。ね、恥ずかしいよ、カナはいいけど、まあ、おばちゃん、おばちゃん恥ずかしい。なんでめちゃめちゃ嬉しかったんだけど、嬉しかった。みんなありがとうございます。うちはもうさ、だってみんなに会うタイミングってないじゃん。だって別にイベントやるわけでもないしさ、ライブやるわけでもないから、よく気づいてくれるね。嬉しい、マジで本当に、うん、あーってなる。ファンいるんだってなる。カノンちゃんファンはいるんじゃない？ママファンが多いでしょ、どう見ても。いないいないいない。みんな嬉しやま家を支えてるママが気になるんだから。ない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 、子供よりも。自分がこうなると思った？こんだけ産んでさ、まさかテレビにもさ出演することになってさ。いや、ずっと断り続けてきたから、ね。ああ、まあ確かに。8人ぐらいから来てたじゃん。あ、来てたね。断ってたね、ずっと。ずっと。だから。確かに。ご縁ですね。今はね、信頼関係が生まれてるから。確かに。普通にプライベートでもご飯行くもんね。うん。ご縁。いやね、成長がね。パパとママは老け具合が気になるけど、うん、確かに確かに。子供たちは成長して、確かに。じゃあゆっくり帰りますか。はい、帰りますもん。